ハドラマート語は古代南アラビア語の一つ。南西アラビア東部、現在のイエメンからオマーンにかけて、西暦4世紀頃まであったハドラマート王国で使われていた言語である。現在のアラビア語、ハドラマート方言とは別の言語である。紀元前千年期後半にサバ王国の支配が衰えると、各地の地方語による非分が増加した。 ハドラマウト語の碑文は主にワーディハドラマウトに沿った地域及び王国の都であるシャブワに残っている。シャブワは古代の高流貿易路の起点として重要だった。紀元前一世紀にはシャブワから数百キロメートル離れたズファール地方に勢力を伸ばしサマールムに植民した。ここにも碑文が残されている。ズファールは入港の主要な産地だった。 4世紀になるとハドラマウトは、ヒムヤる王国に支配され、ハドラマウト語に代わって、サバ語で碑文が書かれるようになった。音声の上では、S3 と、が、しばしば混同される。例えば、3を意味する S2 リットルが、S2 リッター S3 と書かれたり、逆に、碑文を意味するミズ 3ND が MND と書かれる。サバ語の3人称代名詞や、動詞詞役語感で、 h が現れる場所に、ハドラマウト5では、s1 が現れる。単数の三人小説美字には、短い s1 の他に s1ww のような、長い形が見られる。サバ語の全知シエル2に当たるのは、ハドラマウト5では h、h- になる。ありがとうございます。